ご乗車ありがとうございます。お兄ちゃん、どうかしました？ああ、学校行きたくないなって思って。そっか。大人に行ったところで、どうせみんな口を揃えて、学校に行け行け。どうせ駅員さんに言っても分かってるんですけどね。サボればいいじゃないですか。え？行きたくない時に無理して行く必要はないと思いますよ。だって、ちゃんと学校に行きたくない理由があるんですよね。まあ、はい。じゃあ、行かなくていいですよ。でもみんなから、あいつは逃げたって思われるのが怖くて。逃げることはものすごく勇気のいる決断ですよ。だから逃げることを恥ずかしく思わず、辛い時は逃げたっていいんです。親や先生に学校に行けって言われると思いますけど、ピンチの時に逃げるのが動物です。お兄ちゃん自身が行きたくないのであれば行かなくていいんですよ。そうなんですか。だってヌーの大群やシマウマの群れも、もしライオンが近づいてきた時に親や先生の許可を取って逃げてますか？逃げてないですね。そうですよね。親や先生に許可取ってる間にライオンに食べられちゃいますからね。人間も同じです。親や先生に許可を取ってる間に心が食べられてしまったらおしまいなんです。なるほど。だから逃げてもいいんですね。そうですよ。このまま電車に揺られて、ゆったりと車窓を見ながら過ごしてみたらいいんじゃないですか。お客様は今一番居心地のいい指定席に座ってたらいいんですよ。ゆったりと過ごしてる間に楽しいことややりたいことが見つかったら、そこに向かって進めばいいんです。はい、ありがとうございます。それじゃあこれ僕からのプレゼントです。これは青春18切符です。行ってきます。いってらっしゃいませ。It's not forever, but we could be. I think you're the